る正しい音への到達の仕方をコントロールすることがレベル2。それが歌唱力の一番面白いところであり難しいところだとおしらさんは思っております。歌が上手いってどういうことだと思いますか？あなたの歌が上手いと思う人ちょっと想像してみてください。誰だろう、好きな歌手でもいいし、友達でもいいし、家族でもいいし、まあ、おしらさんでもいいし、ありがとうございます。あなた自身のことでもいいし、誰でもいいんですけど、あなたが歌が上手いなと思う基準って何なんだろう、歌唱力って何だろうっていう話を今日はしていきたいと思います。ボイストレーナーのおしらです。よろしくお願いしまーす。なんかさ、カラオケでさ、めっちゃ高い点数取れる人いるやん。で、これが悪いことはないです。これは素晴らしいことなんですけど、でもそれとさ、いわゆるプロの歌手として活動してる人とのさ、この歌唱ってさ、結構違うじゃん。印象違うと思うのね。あれ、カラオケで100点取れてるってさ、正しい音程で歌って正しいリズムで歌って、だから100点取れてるんでしょって思うでしょ。なんですけど、やっぱりね、歌って正しさの向こう側にもっと2レベル3レベル4レベルっていう風にね、もっとレベルがあるわけ。ドン、歌が上手いって何なのか、歌唱力って何なのか、これを今日は音程、リズム、発声、この3つに分けて調べていきたいと思いますが、ちょっとよく見て。ほら、音程バーで歌えるのってレベル1なんだって。正しいタイミングで歌えるのってリズム的にはレベル1なんだって。ただ音域が広いのってのは発声で言うとレベル1なんだって。レベル2とさ、何なんですかっていうところを今日はじっくり解説していきます。これを見たらあなたにとって歌唱力の正体がわかるかもしれない。というわけで今日も一緒に音楽のレッスン楽しんでいきましょう。 Here we go。 まずは音程について。レベル1、カラオケの音程バー。レベル2、しゃくりとフォール。レベル3、正しい音に対してどこにいるのか。この3つなんですけど、ちょっとびっくりしたと思うのが、カラオケの音程バーがレベル3じゃないのみたいな、あれ、それはまだレベル1なのみたいな、衝撃って言って、IKKOさんも言ってると思うんですけど、カラオケの音程バーって何かっていうと、ドライフラワー。これが正解です。なので、これと合わせましょう。多分私じゃなくていいね。これができてれば、100% が取れちゃうわけです。これってさ、初期のボカロみたいに聞こえない？すごく棒読みに聞こえない？これがなんでレベル1かっていうのは、レベル2を見ていくとわかりやすいんですけど、しゃくりとフォールってわかりますか？カラオケでしゃくりとかフォールとかあるじゃないですか。あれって何かっていうと、正しい音程に対して、下から到達するのか、上から到達するのか、このさ、いろんな到達の仕方があるんですよ。まっすぐ到達するのもあるんですけど。で、これをコントロールすること、無限にある正しい音への到達の仕方をコントロールすることがレベル2。例えばさ、多分ってユーリさん歌ってないや。多分、これって下から正しい音にたどり着いてるのね。下からこうやってたどり着くから、ちょっとこうやってなんか切ない、アンニュイな雰囲気になるわけ。わかります？音程どうやって入るかで表現にも関わってくるの。で、例えばさ、これ音、正しい音にどうやって入っていくかも大切なんですけど、その正しい音からどうやって抜けていくかって語尾の問題もあるわけ。例えばさ、多分私じゃなくていいね、ねってやったらさ、ちょっとアイドルっぽいじゃん。いいね、で、音程、こう、フォール落ちてったら、ちょっと切なく感じるでしょ。そうなの。これが一音一音全てになるわけ。だから、レベル1が正しい音をこう辿れるかどうかという音程バー。その音程バーのところにどうやって辿り着くかっていうのが一音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 で全部あるわけ。それをコントロールできるのがレベル2の人たち。そして、レベル3。正しい音に対してどこにいるのか。こうなってくるとさ、結構えげつないんですけど、このレベル3を理解するためには音程、音の高さ、音高っていうのが何かを理解しなきゃいけなくて、ちょっとそれについてはこちらの動画わかんないよって方はこちらの動画を見てください。で、このレベル3は音の明るい暗いって言い換えてもいいんですけど、例えばさ、あー、わかる？これってさ、今、このラの音に対して、ちょっとだけ高めとか、ちょっとだけ低めっていうのを今やってみたんだけど、わかった？で、多分、カラオケでこのぐらいのズレっていうのは、正しい音としてちゃんと判定してくれると思うのね。で、これを、そのシチュエーションに合わせて、わざと変えたりするの、プロの歌手っていうのは。やばい人たちって。例えばさ、女性だと愛子さん。男性だと、まあ、藤井風さんとか、星野源さんとか、まあ、玉置浩二さんとか、まあ、まあ、いっぱいいるんですけど、男性でも女性でも。例えばさ、あんたのその歯に、歯下がったってさ、なんなんて曲があったりするじゃないですか。ライブとかだと結構ね、この上の音で低く歌ったりするの、風さんって。わざと。あんたのその歯が正しい音程だとしたら、ピアノ的に正しい音程だとしたら、風さんは例えばなんですけど、あんたのその歯に、歯に朝がったっていう風に、ちょっと絶妙にレとドのシャープの間ぐらいの音を出してきたりするわけ。少し背の高いじゃなくて、少し背の高いとかって感じで、ドをちょっと下げたりするわけ。これブルーノートとかそういう話じゃなくて、
あの、この半音の中で、この、ここよりちょっと低く歌うとか、ちょっと高く歌うとかってことを、めちゃめちゃ意図的に、もしくは感覚的に、風さんとか、愛子さんとかってやってくるわけよ。だから、レベル3っていうのは、正しい音より、ちょっとだけ上げると、高い音を歌うと、楽しそうに、明るくハキハキ聞こえるし、ちょっと低め歌うと、切なそうなとか、やるせなさそうなとか、哀愁漂う感じとか、ちょっとかっこいい感じとか、そういう風に聞こえるわけ。はい、わかりましたね。音程は、線の戦いじゃありません。音程、バーの戦い。これは、線の戦い。で、プラス、しゃくりがあります。面の戦いになります。プラスこの正しい音にも奥行きがあります。振れ幅があります。ちょっとだけ低いとかちょっとだけ高いとか。だから音程はすごく 3D な世界なの。その音程の宇宙を行ったり来たりもあらゆる風に自由にできる人が本当に音程感がいい人だという風にお白さんは考えております。次、リズム行ってみましょう。リズムも奥が深いです。レベル1、正しいタイミングで歌える。レベル2、フィールを感じる。レベル3、アクセントをつける。ちょっとわかんない言葉とかも出てきましたが、正しいリズムで歌ってればいいんじゃないですか。だってカラオケだとさ、カラオケの採点だとさ、なんかためとか走りとかあるけどさ、正しいリズムで歌ってればさ、それで OK だな、OK で気づらんじゃん、ブラーってなるでしょ。そうなんです。音程と一緒でリズムめちゃめちゃ奥が深いです。レベル1から見ていきましょう。まずは正しいタイミングで歌える。レベル1とか言って申し訳ないんですけど、これも結構最近の楽曲だと難しくて、例えばさ、うさぎを石かのがまだったらさ、まあまあこれだっていけるでしょ。でもさ、オーライ任せてどんまい波ありガンダイみんなで乗っかっちゃえばとかさ、ちょラップみたいなとこもいっぱいあったりとか、あの後ろの楽器とさ、あの歌のリズムが違ったりとか、どん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 リズムが複雑になってるから、正しいリズムで歌ったの結構難しいんですよ。レベル2のフィールを感じるってどういうことかっていうのを見ていきましょう。これね、本当に難しい話なんですよ。なんかあの量子力学みたいな、見えないものを見落としてみたいなさ、バンポーブチキみたいな話になってくるんですけど、あのね、リズムの最小単位を一番ちっちゃい細かい単位をどうやって感じるかっていうのを話だと思ってほしいです。例えばドライフラワーで試すと、多分私じゃなくていいね、これちょっと原曲と違うじゃないですか。これ 何かというと、これイーブンフィール、もしくは跳ねてないリズムって言います。タタ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 タ、全部均等なの、タタ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 タっていうリズムの中で、曲が進行していくのをイーブンフィール、跳ねてないリズム、平らなリズムとかって言います。でこれに対して、じゃあ跳ねてないってことは跳ねてるリズムがあるんやろってなるじゃん。あるのよ。多分私じゃなくていいね、ちょっと原曲に近づいたでしょ。これリズムが跳ねてます。これなんでかっていうと、リズムの一番細かい単位が均等じゃなくなったの。多分私じゃなくていいね。でも跳ねるってどういうことかというと、このバランスが変わるの。こう、多分私じゃなくていい、長いとこと短いところあるの分かりますか。多分私じゃない、多分私じゃなくていいね。分かりましたか。例えば夜にかけるっていうのは平らなリズムなの。ダラダラやりだった、ダラダダ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 ダラタッタ、これは平らなリズムなのね。でこれを例えば跳ねて歌うとどうなるかっていうと、さよならだけだった、このヘタラテテレテレテレテタってなるわけ。すごい難しい話なんですけど、だからさ、カラオケでタイミングが合ってそうに見えても、これリズムの一番細かいところを捉えられてない可能性があるの。タッカ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 か、タカ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 か、ザカタカザカタカか、もうね、細かいリズムの取り方って本当無限にあるんですけど、ここをどうやって捉えるか。リズムっていうのは均等じゃないことの方が多いです。レベル3のアクセントをつける。これさ、おしらさんと動画でさ、アクセントって見たことあるなと思うでしょ。アクセントの付け方こそが、もうリズムの全てと言っても過言ではないぐらい、アクセントってめっちゃ重要なのね。アクセントをつけるって言ってもね、2つに分けられて、どこにアクセントをつけるかっていう話が1つ、そしてそのアクセントをどうやってつけるかっていうの話が2つ目。まずは付け方。これはさ、いろんな付け方があるんですけど、例えばその付け方1つで音楽のジャンルが変わっちゃう。例えばさ、ロックっぽい曲って、シャズダーAnd you're to blame, darling. 1、2、3、4。1、2、3、4。小説の頭に突くことが多いのね。でもさ、ちょっとこう、おしゃれなさ、R&B とかさ、こういうミュージック、こういう系のミュージックあるじゃん。土砂降りの午後を待って to see, 本音は裏腹でしょ？土砂降りの午後を待ってだと違うじゃん。違うでしょ？だから、そのどこの位置につけるかで、ちょっと音楽的なジャンルが分かれてくるっていうのもあるし、例えば、歌詞を重視してアクセントをつけるってことも考えられます。あなたが欲しい、あなたが欲しいって、あなたっていう気持ちをつけたから、あに、歌詞的に考えてあにアクセントがつく。これは音楽的にというよりは、もうその歌詞的にそこにつけたいから、ここが強く読む、強調されるっていうようなアクセントもあります。でそんな感じで、いろんな基準でアクセントってつけられるんですけど、さあ、じゃあそのアクセントをどうやってつけるかっていうのは、めちゃめちゃここが奥が深いです。声も声もって言ったら結構パーンって感じじゃん。でもさ、例えば声も
かえもうんってアクセントつけることもできるじゃん、人間って。うんってね。で、これはさ、楽器に置き換えてもらうと分かりやすいかなと思うんですけど、例えばさ、ドラムでもさ、いろんなさ、音があるじゃん。って音とかさ、ブシッ、ブシッ、ブシッって音とかさ、チッ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 、これ全部違うでしょ？あとは、まあ、ドラムじゃなくてもさ、ピアノってさ、フェーンってなるじゃん。フェーンってなるじゃん。ちょっと回るじゃん、このアクセント強調するアタックの音に。だから例えば、ベースだったら、ピョン、ピョン。さ、ビヨン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 って感じだったりするじゃん。で、これが声、歌声っていうのは本当に無限にいろいろ操作できて、じゃベースっぽいとかピアノっぽいとかドラムのキックっぽいとかハイハットっぽいとかスネアっぽいとかいろんなのがあるわけよ。そう、というわけでリズムっていうのは、まあ、正しいタイミングで打つ。で、その正しいタイミングとタイミングをつなぐ細かいフィールを感じる。そして、アクセント強調する箇所を作るんですけど、どこをまず強調するのか。そして、その強調するときに、ビヨンなのか、パーンなのか、チャッなのか、フリンなのか、いろんな強調の仕方があるわけ。これをすべてコントロールして初めてリズム感が良い。という風になると、おしらさんは考えております。さあ、じゃあ発声見ていきましょう。レベル1、自由な音域がある。レベル2、多様な声質を使い分ける。レベル3、特殊テクニック。というわけで、ちょっとね、この発声に関してだけね、レベル1、2、3、こう順序であるというよりは、まぁ、ちょっと並行してる部分とか入り組んでる部分もあるんですけど、まぁ、聞いてください。レベル1の自由な音域がある。これさ、高い声が出て低い声が出れば OK って思ってる人たくさんいると思うんですけど、違うの。でも、よく考えてみればそうだってわかるんですけど、自由な音域の条件として2つ挙げます。音量と母音。どういうことかっていうとさ、例えば、プリテンダーとか、グッバイ君の運命の人は僕じゃないってさ、叫んだら出るけど、普通の声とかちっちゃい声で出ないって人たくさんいると思うの。本当はさ、プリテンダーって、グッバイ君の運命の人は僕じゃない、怖いけどってさ、まあ、中くらいの音量とかで歌えないと最後まで歌いきれないやん。音量小から大まで歌える状態っていうのが使える音域なの。さあ、低音も一緒。なんか全部こうやってバソ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 ってなっちゃってるところは出せる音域とは言わないのね。だからさ、これどんな音量でも出せる音域っていうのが使える音域なの。で、もう一個、母音っていうの分かりますか？母音っていうのはあいうえおね。で、皆さんが特に苦戦するのがイとかで高い音を出す、高い地声をイで出すってめっちゃ苦戦すると思うの。例えばさ、それこそヒゲダンのクライベイビーとかでさ、土砂降りの夜にってこれイじゃないですか。で、イで高い音ってめっちゃむずいでしょ。だからみんな夜なーみたいにちょっとなんかアだったら出せるけどイだと出ないとか、裏声になっちゃうとかって、そういうのはダメなわけよ。ダメ。自由に出せるとは言えないわけ。わざとさ、表現として変化させることはあるんですけど、基本的には発声のレベル感で言うと、ちゃんと母音、すべてあいうえおの母音、で、かつ音量をコントロールできる。この二つがね、条件だと思ってもらえるといいです。これでやっとレベル1、その音域があなた使えてますよっていう条件だと思ってください。レベル2、これは多様な声質を使い分ける。これさ、まあ、アドさんとかがやってることね。ちっちゃな頃から優等生、気づいたら大人になってた、ナイフのようなしこかいろでもみたいな感じで、いろんな声、まあ地声と裏声とかもそうですね、いろんな声使い分けてます。例えばさ、あとフレンドライクミーとかわかりますか？アラジンのさ、すごいパワー赤のコーナーダンティアバクダンみたいな感じで、これもいろんな声使い分けてるでしょ。で、これはちょっと極端な例なんですけど、例えば玉木浩二さん、あんなにも好きだった、こういう感じでさ、深さとか密度とか息の量とかを変えて発声する。プロの歌手というのはこういうことをやってるわけ。そして、まあ、レベル3、特殊テクニックって書いてあるんですけど、まあ、これは使う人と使わない人がいるんですが、例えば、ガナリ、はぁー、うっせぇ、うっせぇ、うっせぇとかさ、エッジボイス、I'm telling you, I'm telling you とかさ、まあ、ビブラートとかもまあ、ここに含めてもいいのかな。なとかさ、こう、まあ、特殊音みたいなのあって、まあ、デスボイスとかも含めてもいいし、ホイッスルボイスとかも含めてもいいんですけど、っていう風に、まあ、レベル1、2、3、これちょっとね、順序でやるのは難しいんですけど、まあ、いろんなことができるんですよ。発声って一つ言葉とっても。なんで、いろんなことができる方が、まあ、熟練度が高い、歌唱力があるという風に捉えていいのではないかと思います。ここからまとめパートに入りますが、こっからがめちゃめちゃ重要なので、ぜひ聞いていってください。さあ、音程リズム発声、それぞれさ、もうほんと熟練度にもさ、いろいろあるってことが分かっていただけたと思いますが、これは何かっていうと、
あなたのタンスの引き出しの中にどれだけこうなんかいろんな洋服が入ってるかって感じなの。どれだけ洋服を持ってますかっていうのが音程リズム発声のこの熟練度の違いで、その洋服たちをどうやって着こなすか。いっぱい着込めばいいわけじゃないですね。いっぱい着込めばいいわけじゃないですよ。組み合わせも大切になります。 TPO も大切。結婚式に来ていくのか、それとも友達と遊ぶのか、居酒屋に行くのか、清掃系を演じるのか、ちょっとエッチな感じにするのかとかさ、もういろんなさことがあるわけ。いろんなこと考えて、組み合わせを考えて、何をどれだけ羽織るか着ていくかっていうのはさ、考えなきゃいけないじゃないですか。それが歌唱力の一番面白いところであり難しいところだとおしらさんは思っております。さあ、じゃあそのどうやって合わせていくかって、どういう基準があるのかっていうのを最後に見ていきましょう。5つ。歌詞や曲のイメージに沿うか、発信方法に沿うか、時代に沿うか、キャラに合っているか、誰に向かって歌うか、この5つ。ダーン。歌詞や曲のイメージに合ってるか、これはさ、皆さん一番分かりやすいと思うんですけど、例えばさ、多分私じゃなくていいねをさ、多分私じゃなくていいねって言ったらさ、ちょっと違うじゃん、多分私じゃなくていいねってさ、失恋のさ曲でさ、この歌い方ないじゃん。だから多分私じゃなくていいねって歌うわけじゃん。なのでどういう風に音程を弾くか、どういう風にリズムを使うか、どうやって発声コントロールするかっていうのによって、この歌詞のイメージだったり曲のイメージっていうのをこうなんか表現していく、こういう視点ができてるかどうかっていうのがまず一つ目。二つ目、発信方法に合ってるか沿っているかっていうのがあるんですけど、これどういうことかっていうと、例えばさ、ライブ会場ね、1000人入るライブ会場でさ、 You're everything You're everythingってやるのはさ、とってもいいと思うんですよ。とってもかっこいいじゃん。だけど例えばさ、ライブ配信とかショールームの配信とか TikTok の配信とかでさ、この抑揚使われたらちょっとうざくない？これは決してミーシャ様をディスってるわけじゃないですよ。例えばさ、カラオケ配信とかってさ、イヤホンのこのぐらいのマイクでやったりするじゃないですか。で、こんなに抑揚つけたら割れちゃうのよ。で、それを聞いてる側もスピーカーで聞いてるわけじゃなくて、ほとんどの場合がスマホで聞いていたりとか、イヤホンで聞いてたりするわけ。そこでさ、そんなに抑揚つけられちゃうと、もうね、何が何だか分かんないし、うるさいってなっちゃうわけ。だから、どこで歌うか、どういう発信方法で歌うかっていうのによって、めちゃめちゃ歌い方変わってきます。三つ目、時代に沿うか。これはさ、まあ文化に沿うかとかっていう言い方をしてもいいんですけど、流行りの歌い方ってやっぱり絶対に存在するのね。で、例えばさ、今、演歌の歌い方。つまぬくいよ、冬景色。おっきいビブラートとか、あまりにも細かい拳って、ちょっと違うじゃないですか。それどっちがいい悪いじゃなくて、今の時代、今の流行り、今の若い子たちが作るムーブメントの中で、その歌方っていうのはちょっとまあずれるじゃないですか。で、例えば、これって同じ2022年でも、日本と韓国でちょっと歌い方違ったりするじゃないですか。日本とアメリカで違うじゃないですか。まあ言語が違えば、もう何もかも違ったりとか、文化が違えば何もかも違ったりするじゃないですか。なので、そういう時代とか文化とか、まあ流行に沿った歌い方であるかどうかっていうのは、こう、歌唱力があるかないかっていうのは判断基準の一個になってしまう時があるんですよ。さあ、そして四つ目、キャラクターに合っているかどうか。例えば、発声的に、声をなるべくこう細くして、しゃくりを多用する歌い方をしたとします。にゃーめっちゃホリデイウキウキの夏希望ってさ、まあ、例えばこの見た目で、その歌い方をしたとして、まあいいんですよ。あの個人の自由なんだからいいんだけど、でもさ、これを例えば松浦亜弥がやったら、アイドルがやったら、かわいい素敵ってなるかもしれないの。けど、おしらさんが、例えば全く同じことできたとしても、この見た目で、このキャラクターでやっても、ちょっとな、どうしておしらを笑い取られ取りに来たんかーってなっちゃうでしょ？そういうこと。やっぱりキャラクターっていうのがあって、まあ、例えば、ダンディーのおじさんの見た目の人が、まるまるもりもり歌ってても、やっぱちょっとまるまるもりもりと福くんの歌い方してもちょっと変だし、福くんが逆に玉木浩二さんの歌い方してもちょっと変じゃないですか。で、もちろんそのギャップを狙うっていうことも考えられるんですけど、基本的にはそのキャラクターっていうものが絶対にあって、この人はこういう声を出そうだ、こういう歌い方をそうだ、こういう人間性だろうな、それに対して歌い方があまりにもかけ離れてると、ちょっとなんか変かもって違和感に変わってくるんですよ。だから、キャラクターと合った歌い方、音程リズム発声をコントロールして できてるかっていうのはめちゃめちゃ重要だったりします。さあ、そして誰に向かって歌うか。例えば J-POP ってたくさんの人に聞いてもらってなんぼなんですよ。東京ドームだったら5万人、武道館だったら1万人、YouTube で出すんだったら再生回数ってめっちゃ重要でしょ。ってことはたくさんの人に聞いてもらえないといけないんです。だからこそ癖が強い歌い方とか、まあ、キャラに合ってない歌い方っていうのはちょっとなんかたくさんの人に受け入れられるものではないじゃん。それが素晴らしいか素晴らしくないかじゃなくて、受け入れられるかどうかっていう観点で歌唱力を考えると、なるべく多くの人の心に刺さるような歌い方、これが、まあ、本当にたくさんの人に届けるんだったら必要になってきます。例えばあと世界にさ、神様に向けて歌う歌っていうのもあるわけよ。そういうことさ、 Joyful Joyful Love We Are Dozy だと全然伝わらないわけじゃん。 Joyful Joyful Love We Are Dozy
イティーみたいなさ、なんかその誰に向けて歌うかで歌い方変わるわけよ。別にだってさ、あの大衆に受け入れられるための歌じゃないわけよ。ゴスペルとかね、例えば神様に向けて歌う賛美歌とかっていうのは違うわけよ。祈りをさ届ける歌だから、そこで歌唱力があるって呼ばれるものと、 J-POP としてみんなに受け入れられるものとしての歌唱力と全然変わってくるのね。だからファッションチェックの基準、歌唱力チェックの基準って本当にいろんな軸があるから、ちょいブスとかもうちょいかわとかそんなのじゃ判断できないわけ。その5段階とかじゃ判断できなくて、歌唱力っていうのはもうこの軸で言ったらこの人は歌唱力があるとか、この軸で言ったらこの人は歌唱力があるとか、まあそういう言い方になってくるわけよ。いや、音程の熟練度はめちゃめちゃいいとか、リズムの熟練度はめちゃめちゃ高いとか、もう発声の熟練度はめちゃめちゃ高い、全部の熟練度はめちゃめちゃ高いけど、それを使いこなす表現のセンスがないねとか、こういうシーンではこの歌い方はふさわしくないねとか、そういう話になってくるわけ、歌唱力って。だからすごい難しいんですけど、ちょっと面白くない？そう考えると、それぞれね、音程とかリズムとか発声とかを使いこなそうっていうのもいいんだけど、私は何のために、誰のために、どういう人に受け入れられたくて、自分がどうやったら満足したくて歌を歌ってるのかっていうのを考えてみて、それに合わせてこうね、練習をしていくとか、あ、私にとって歌が上手いよ、こういうことっていうのがね、だんだんとこう明確になってくると思うので、考えながら歌を聴いたり自分で歌ったりしてると。なんでだから歌唱力っていうのはいろんな種類があって、すごく奥が深くて、だからとっても面白いんだよっていうのを今日は伝えたかったんです。で、まあちょっとこの動画が皆さんにどのくらいね、皆さんの心に刺さるのか分かんないんですけど、もしねこう刺さってくれる人が多いようであれば、まあ音程について、それじゃあどうやったら熟練度上げれるのかとか、どうやったらリズム熟練度上げれるのかとか、どうやったら発声熟練度上げれるのかっていう動画とかも2022年はちょっとね、めっちゃ大変なんですけど作っていきたいなと思うので、まあ今年もボイストレーナーおしら頑張りますゆえよろしくねっていうようなところで、歌唱力について皆さんにぜひ思いを馳せてみてくださいな。本日もありがとうございました。